はい、どうもリッチです。さあ今回はリステリアウォーズというゲームをプレイしていきます。さあこのゲームね、病原菌と戦う体内の、免疫システムを題材としたリアルタイムストラテジーゲームみたいで、主人公のね、体を病気から守るために日々行われる、体内の戦いかな、描いてるゲームみたいですね。これはデイ1でいいのかな。日々ですからね、カレンダーがあってと。ハンバーガーを落としましたね。食うのか、もしかして。これ主人公だろうね、きっと。ラッキーとで入ってくるわけか。あ、ストーリーがあるんですね。こう日常のワンシーンからこんな長いんですか、体内は。さあミクロに見たらすごいんでしょうね。これ病原菌が入ってきてるのか。どんどん生まれてますね。お、はい、これお出すで移動させると、スライムみたいですけど、これがね免疫です。で入ってきた細菌を撃退していくと。スクロールじゃないんだ。何があったら負けるんだろう。負けたらかな、こっちの数が。いけいけいけ、こいつ置きたいな。なんかゲット、頑張れスライム。こいつは、あ、遠距離か、盾なんだね。ちょっと盾もいないけど、なんとかしてくれ。やばいやばい、いなくなった、いなくなった。ちょ、上みたいですね、結構。なんか食ってるね。あ、これね、食ってるからどんどん入ってきてるのか。日常の方が見たいですね。なんかじゃあ一気に入ってくるシーンとかあるのかな。なかなかユニークなゲームですね。可愛らしい。引け引け引け。ワントップワントップでいく、ワントップで。上変わんないですね。あ、下がない。お、シーン変わりました。電車。これは多いですよ、最近が。ウイルスが多いです。もうめちゃくちゃ悲しいですね、ここね。ホラーゲームみたいになってますけど、誰もいないと。かえって安全な気がしますが。さあ、もうじき終わるね。こいつは電車で1日が終わるのか。なるほど。これどういう風に2日目なんだろう。これなんか研究ポイントかな。アップグレードみたいなのありましたが。あ、で寝るんですね。ハンバーガー食って帰ってきて、なんか食って、で電車で終わったと。 OK。 こうカタログって何ですかね。こう味方のセルね、 NK セル、ちゃんと多分あるんでしょうね、そういう、免疫細胞的な。敵はないのかな。あ、めちゃくちゃめちゃくちゃ攻めありますね。で、アップグレードで、盾役のこの、守備力上げようかな。あ、結構上げるね。で、この子の攻撃力上げよう。リセットもできると。次の日行きましょうか。さあ、2日目。まずは、何、どうした?洗面台で?うがいか何かしたのかな?あれ、電車ですね。なんか早いの来たよ。あんま当たんないかもしんない。ちょっと近接特化でいこう。
防御力ない防御力、これ倒しづらいですね。さあまた電車で移動中みたいです。ちょっと引いて、あ出て帰ってきた出た、家の中で何をしてんだろうね。テレビで見てんのかな。なかなかかからない日々送ってますね。何曜日ボスとかあんのかな。今平日多分火曜日なんで、土日とかすごいんじゃないのかな。結構だとすると先ですが、この多分時計マークのとこでシーンが変わるんだろうね。一旦遠距離を受けるんじゃないかな。あまた出た。あもう働いてんのかなあれもしかして家じゃないのかな。その感じもあるね。こいつがだらけ切ってるんでなかなかつかめないですが、やっぱりオブの当たんないもんねこいつ。もっと打ちまくってもいいと思うんですけど。よし、でこれ何があったら負けるんだろう。こ体力ありますけど全滅して何かこう左に行ったりするとみたいなことかな、まあ、タワーデフェンス的な感じもあると思うんですけど。よし壊滅させたよ。日常に変化がないなお新しいリット来ましたね。マクロファージかな。これはちょっとだけ読めますけど、あと分かんないね。何をするんだろうそもそも。カタログ見ようかな。あ、そっか。こうなるんだね。爆発してるっぽいな。多分爆発してますよね。これ多分敵見えるんですけど、なんか合体したちょっと気持ち悪いやつが来ましたね。これ多分同じだね。分裂したりするのかな？倒すと。だまとめて多分倒すみたいなことでしょうね。爆発で。そういう意味だと思います。我々は、これ防御力上げていこうかな、どんどん。あ、無理か。あー、じゃあこの子、なんかいらない気がするんだよね。スピードかな？上げなくていいんですけどね、じゃあね。さあ。敵も増えてきましたね。お、ちょっと肩入ってるな。今入ったよね、明らかに。こいつは一般的だね。ちょっと、キングスライムじゃないですけど、あいつが来たら対処しよう。壁、撃つやつ、で、これ爆弾だと思うんですよ。うわぁ、いけ。ほら、大体合ってたよね。モルトも行くわけじゃないんだね、決して。あ、こいつはもう、最終兵器よ。全パターンに来やがったんで、遠距離も置きましょう。あ、やっぱ仕事だね。なんかいますね。なんか言われてます。働いてくれないかと。なんか食ってないか、ずっと。その疑惑が拭えないんですけど。これ、今来たら危ないぞ。あ、来た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 。あ、ちょっと遅くなるんだね。いけ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 。オッケー、今完璧でしたね。分裂後行きましたよ。今最も熱いかもしんない壁が。あーでも来たね。ちょこいつ当ててみようかな。あーまあ確かに勝てるは勝てれますけど、今は明らかにバックの試合もありましたから、団体でこれ1個で潰せるんで、こいつはいるね。さっきのあの速いやつももう
弾幕でいけてます。来た来た来た、いけ。あ、爆発しないパターンもあるんだ。あいつには爆発するんだね。じゃあ上位互換じゃないですけど使い勝手はいいな。ここは危ないんだよね。ナイス、今のは完璧。今のも完璧かな、どっちかっていうと。これ最高じゃない？なんかちょうど組み立ててくると終わるんで、時間的な設定はいいですね。まあ、次最後かな、平日4日目で。あ、ちょっとスマホ見てますね。別に変わりはしないか。こんなんいたっけ？ちょっとまあ、一般的なね、赤血球なんですかね。何それ、あれはなんだ。あ、え、生まれてきてない。ちょっと待って、え、あれ潰すもんなの。やばい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 、ちょっと待って待って、うーん、爆発今いけてましたね。やばいやばいやばい、終わった。あ、せき込んでせき込んで、そうやってなるんだ。え、最初から爆弾かな。いやいや、もう終わった。あー、もうダメですよ。倒すでしょ。あ、普通にいけるわ。そう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 、こいつだとやりきれないんだ。どういう感じなんだろう。あ、やばいやばい、でも真ん中を固めろ固めろ。やれはするけど簡単ではないね。ちゃんと生まれちゃってます。さあ職場には行きましたが、職場でもうパンデミックですね。理想は撃ち殺すことですよね。ライン合わせると。そう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 、うん、あ、ナイスナイスナイス。そうそう、いいよ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 、できてる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 。2しか変わんないんで基本こっち行こう。いらないいらないいらない、組んじゃい組んじゃい組んじゃい、3列3列。たまんないですね。てか結構たまってないこれ。あれ普通にゲームオーバーでもたまんのかな。あ、なんか今聞いてたけど防御力敵のとこかなんかゲットしてますね、これ。盾みたいな。この子はそういう効果もあんのか。こういうとこから、まあ、めちゃくちゃ硬くはならないですけど、まあ、守備力を得ていると。まあ、いけるよ、いけるよ。危な。基本打てるくらいの、そうそう。いや、戦わなくていいんだよね、あれくらいならね。だからこれをどう組むかですね。まあ、うまく使って縦ラインにすればほぼ当たるんで、そういう、もう操作でしたね。よし、もう今日は咳させないよ。免疫頑張っちゃってます。弾幕。弾幕です、弾幕。これいいんじゃない？ああ、無駄に死んだね。撃て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 。あの変速がよく効いてるね。あいつがいることによって遠距離だけではちょっと厳しいと。よし。ちゃんとね、これに敬意をね、表してほしいですね。
さあ今回はね、リステリアウォーズというゲームやりました。まあ、このリステリアが、まあ、最近の名前なのかな。その戦いを描いているとユニークなゲームですね。